私たちの人生にそれぞれのストーリーがあります。それはまたいろいろな色を持って織りなす織物のようなものです。暖かい色もあればブルーのように冷たい、また黒のように 黒い、ね、暗い、そういう糸もみんな使われますけども、でも神様はそれらのものをみんな用いて素晴らしい織物をやがて築き上げていく、そういう計画があるということを知ってください。ですから万事を主は益に変えてくださる、その主に栄光を期したいと思います。今日は豊かな人生は私たちの思いの領域の変革から来るということですね。このメッセージをしたいと思います。今日は全部お話をすることはできないので、前半をお話をしたいと思います。これはずっとですね、このテーマで私はまたシリーズでお話をしたいと思ってるんですね。ですから今日の皆さんにくださった与えましたレジュメは、これはバックボーン、この根幹の教えのアウトラインだと思ってください。そしてやがてもっともっとこれをですね、こういろんなところで詳しく説明するようなメッセージになっていくと思いますが、あなたの人生をこれは変える変革する教えです。一言お祈りします。恵み深い主イエス様、感謝します。どうぞあなたが今日の聖書の御言葉を通して私たちに語ってください。主を感謝します。どうぞ私たち一人一人を豊かな実を結ぶものとしてあなたが整えてくださることを感謝します。聖霊様の助けを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではイザヤ書の61章、おなじみの聖書の箇所です。61章の1から3節。私たちの教会も611教会、このイザヤ書の61章1節から3節の、ね、このところが、教会の名前として用られています。特に1節611、このパワーポイントにもありますね。一緒に皆さんお読みしましょう。はい。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い幸せを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。最近私はですね、あの有名なアメリカの説教者がいるんですけども、ジョイス・マイヤーという人です。その人のですね、思考という名の戦場、この本をですね、読んでるんですよ。これうちの教会でもね、あの皆さんあの手に入れることができますから、どうぞあの欲しい方はね、申し出ていただきたいと思います。思考という名の戦場、この方は、実は今全米でもですね、本当に、大きく用いられている説教者なんですね。もう世界中あちこちに行って講演会をしています。でこの
ラジオ、その方はラジオの伝道から始まり、今テレビでもですね、いろんなプログラムで、またメッセージをしているんですね。そして彼女のメッセージを通して多くの人たちが癒されて、そして解放されて、また人生が立て上げられて、非常にまた実りある人生に変えられたという証を多くの人が持っているんですね。で、ジョイス・マイヤーさんのですね、証がまた素晴らしいというかパワフルで感動的なんですね。彼女の実は生い立ちは非常に悲惨でした。お父さんは軍人だったんですけども、幼い時ですね、彼女はもう何年もの間父親からの性的虐待を受けていました。父親は酒乱で、そして暴言を吐いてですね、怒鳴り散らして、ひどい剣幕の父親でですね、家庭には平安がありませんでした。そして、父親からのそういう性的虐待の中で、彼女は、この権威者に対する曲がったイメージを持つようになりました。反抗的なスピリットが心の中に築かれていったんですね。それだけではなくて、異性に対するこの曲がった不健全なまたイメージも持つようになっていきました。そして自分は誰にもコントロールされたくない、彼女はそういうですね、内なる誓いをまた持つようにこうなっていったんですね。間違ったこの男性像、あるいは結婚像、あらゆるものがですね、そこから築き上げられてしまったために、彼女は結婚してもですね、うまくいかなかったんですね。ご主人は敬虔なクリスチャンでした。彼女は、最初ですね、非常に未信者で荒れた生活をして、いたんですけども、神様の憐れみによってですね、救われたんです。そして、クリスチャンになって現在のご主人に会ったんですけども、しかし彼女の過去のたくさんのいろんなゴミのようなものがですね、彼女の、内側にあったために、結婚は非常にうまくいかなくて、子供たちもできたんですけども、いつも口は怒鳴り散らしてですね、お家では平安がない、そういう家庭になっていたんですね。ところが教会にはですね、家族揃って一緒に行くわけですよ。敬虔そうなクリスチャンに見えました。そして彼女はですね、また積極的で伝道も参加してね、人々に福音を伝えてました。しかしながら彼女の実生活と、ね、そして外での人々に対するクリスチャンの、ね、顔というのは非常に違っていたわけですね。彼女はそういう内側にあるこの荒れた自分の心、怒り、いろんなものが爆発していく、自分自身をコントロールできない、そして家庭をもこう傷つけている自分自身を見て非常に惨めになりました。かつてはクリスチャンになる前は彼女はやっぱり惨めでした。で、救われてない、ね、魂が救われてない惨めな人間だったけども、今は魂は救われてるけどもまだ惨めな生き方をしていた。そういうことに関して何かがおかしい。クリスチャンだっても豊かな人生を自分は待機してないって彼女は求めるようになりました。真剣に聖書を自分で学ぶようになったんですね。そして聖書の御言葉がどん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 彼女のですね、心の中に浸透していったんです。そして真理が私たちを自由にするという言葉がありますけれども、彼女が御言葉によってどんどん思いが刷新されていった、清められていった、そして癒されていった、そういう体験をしたんですね。真剣に彼女は御言葉に取り組んだからだったんですね。そして
彼女の否定的な思考パターンが肯定的な思考パターンにどんどん変えられていくんです。聖書の中にあるいろんな言葉があります。私はあなたのために立てている計画をよく知っているからだ。主の見すぎ、それは災いではなく将来と希望を与えるためのものだ。彼女に対する言葉だと受け止めていったわけですね。私は永遠の愛を持ってあなたを愛している。無条件の天のお父様の愛を彼女はそこで知り、その内側が変えられていく。いろんなこう御言葉によって彼女が間違った心にあるイメージ、考え方、マインドセットといいます、それがこう変えられていくという体験をこうし続けていって、彼女はですね、本当に御言葉の人となりました。そして思いがマイナス思考からプラス思考にだん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 とですね、こう時間はかかったんですが、変えられていった時に人格が変わりました。ポジティブな人格になりました。そして思いやりのある明るい人に変えられていっただけでなくて、神様が生来彼女に与えた教師としての賜物、メッセンジャーとしての賜物を神が用いるようになって、それで今このようにですね、このアメリカ中多くの人たちに希望を与えるメッセージを語っているんです。皆さん、私たちは変わることができるんですと言います。しかし多くのクリスチャンはイエス・キリストを信じて魂は救われているんだけども、天国に行けるという魂の救い、確信、永遠の命の確信を持っているけれども、しかしながらまだ豊かな人生を体験していない。過去のいろんなこのものがその人を縛っていて、そして身を結ぶことのできない、あるいはある面ではまだ惨めなマイナスの思いにとらわれている、暗い心にとらわれている、そういう言い方をしている人が多い。彼女は言うのです。皆さん、鍵は私たちを御言葉によって私たちのマインドセット、思いをリニューアル刷新していくことです。このメッセージは非常にパワフルで、自分の体験から生まれたメッセージですから、本当にね、多くの人が変えられています。そしてその彼女の書いた本はですね、 The Battlefield of the Mind The Battlefield of the Mind という本です。ぜひそれを読まれることをまたお勧めします。また英語で、ね、直接メッセージを聞くこともできます。私は最近何度もその英語のメッセージも聞いているんですけども、愛する皆さん、ここでまた私たちに与えると希望があります。私たちはクリスチャンはただ魂が救われるだけでなくて変えられるのです。そして私たちが内側から変えられて、私たちは豊かな身を結ぶ人間となることができる。本当にネガティブなそういう思考パターンが変えられて、私たちは肯定的な心の人に変えられ、人格が変革して身を結び、神の栄光を表す人に変えられるということ、このことをしっかり握りましょう。ですから、今日今読みましたイザヤ書の61章の1から3節のところで教えられることは、この御言葉は、神である主の霊が私の上にある。これはイエス・キリストの霊ですね。これはメシアの預言がここにすでに書かれているところです。貧しい人に良い知らせを伝える、これは心の貧しい人、すなわちイエス・キリストを知らない霊的にね、失われている人たち、霊的に貧しい人たち、その人たちが福音という良い知らせを聞いて救われるためです。魂がまず救われるためです。しかしそれだけではない、
心の傷ついたものを癒すためであります。内面の癒しが必要になります。私たちの心の変革、立て上げのために、そして心の傷ついたものを癒す、これもメシア、神の働きです。イエス様の働き、主は私に油を注ぎ、この聖霊の働きがまた必要になります。で、私を使わされた、そして囚われ人には解放、これは霊的サタン悪魔の、ね、束縛から私たちを解放していく。皆さん、私たち一人一人は悪魔のですね、何らかの実は束縛の中にみんないるんです。囚われている部分があるのです。私たちのその囚われる部分は思いです。考え方、思考パターン、その領域を回復する、ね、またひどい人は罪を通してね、悪霊に縛られていてね、その罪をやめることはできない、習慣化された罪があります。こうしたサタンのですね、囚われている領域をストロングホールド、要塞と言います。すなわち悪魔がそこに気づいたですね、砦、うん、そして、そこから私たちをね、いつもこう支配しようとしていく、その領域、人生を支配しようと、そしてそれを私の人生をダメにしていこうとするね、そういう領域があるんですよ。それは私の思いの中にある、これを要塞と言います。聖書の中にも、書かれています。それをから解放するという働きをし続けるんです。そして私たちは最終的に主の恵みの年、ね、これはヨベルの年とも言われているんですが、解放、祝福、恵みの年、私たちは豊かな恵みの人生の中に主を導くこと、そして全人的な祝福の中に私たちを導くことが神のご計画だということですね。ですから神の復讐の日、サタンがこの人間を捉えてですね、こう、惨めにしていった。それに対してですね、十字架によってキリストが全部それを崩してですね、取り戻していった。ですからこの、ヨハネの十章十節の中には、私が来たのは羊が命を得、それを豊かに持つためである、しかし盗人サタンが来たのは何てありますか、盗み、殺し、滅ぼすためである。しかし私が来たのは羊、人間のことですね、私は良い羊飼いですとイエス様言ったんですけど、命を得てそれを豊かに持つ、豊かな人生を与えるためなんだと。皆さん、あなたはそれを信じることができますか？アメン。もしあなたがそれを受け止めて信じるならば、あなたの人生にそのようなことが起こるんです。なぜかというと、私たちは、ね、自分が信じた通りに自分の人生はなっていくんですね。そして私たちは嘆き悲しむ人生、悲しみの人生から喜びの人生に変えられる、賛美の街灯がつけられる、賛美の人格を、ね、生き方、習慣を身につけていく、そして最終的に神の計画は義のカシノキ、この、彼らは義のカシノキ、栄光あらず主の植木と呼ばれる、これに、ね、変えることを神は目的としている。義のカシノキ、皆さん、カシノキってご存知でしょう。私はアメリカのコロラドスプリングのファミリー、のですね、フォーカス・オン・ザ・ファミリーというこの、ファミリーの回復センターに行ったことがあるんですけど、宮殿のような、ね、場所です。そしてそこでもうカシノキがふんだんに使われて、ものすごい豪華な木です。それは光り輝くなんてね、シャイニングのね、グローリー、ね、そんな木ですね。あれ硬くてね、もう高級家具に使われてる素晴らしい木です。カシノキってね、一級家具に使われる、ね、私たちもね、人生を木に例えられてるでしょ、聖書で。
そのように、ね、キリストの姿、神の栄光の、ね、を表す人格に変えられていく。内側がね、もう簡単には、ね、崩れない。カシの木ってすごく硬いんですよ。台風でもポキって折れるようなね、ここらにある木と違うんですね。内側がね、硬い、頑丈、健康な、ね、そういう木。そして神の栄光を表す、すなわち私たちがキリストの栄光の、ね、姿を表す、そのような人格に成長すること、主の植木と呼ばれる、ここを、ね、作り上げようとして。ですからジョイス・マイヤーの人生ってね、本当に主がこのようなプロセスを彼女の人生にしてくださったと思います。レジュメにも書いてあるんですけども、キリストの贖いのプロセスがあるということを知ってください。メシアの、ね、それは魂の救い、その次に癒しと解放、そして人格的成長を今度はさせていく、そして最終的に恵みの人生に私たちを導く、恵みの年を告げ知らせる人生、そして神の、ね、栄光を表す人生です。でここでやっぱりおっしゃるのは、義のカシの木の、ね、これが私たちの目標であるということをしっかり握りしめてね、私たちは必ずそうなるんだというイメージを持っていただきたい。あなたの人生、主がジョイス・マイヤーにねすることができるんだったら、あなたにもねなさらないはずはない。それを信じるかどうかです。アメン、ハレルヤ。ここで重要なことがあります。それは私たちの人格がね、すべての祝福の土台であるってことをもう一回認識しましょう。私はもう何度も何度もそのことについて言ってます。人格は働きより大切です。だから人格がすべての働きの実を結ぶ土台だからですよってね言ってます。そして人格はまた幸福の土台です。幸福の土台です。人格が成熟している人ほど、ね、その人は人間関係を円満に持つことができるからです。そして幸せな結婚生活をすることができます。そしてまたここでジョイス・マイヤーが私たちにまた教え与えるように、聖書がまた教えられているんですね。人格の成長の鍵は何かというと、どこから始まるかというとですね、思いの領域を新しくしていく、リニューアルしていく、そこのプロセスから始まるということなんですね。ローマ書の12章の2節の御言葉を見てみましょう。多分あると思います。ローマ書の12章の2節ありますか。一緒に読みましょうさん、はい。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この世と調子を合わせている言い方、私はこの世の価値観の中に生きていましたね。この世の人たちと同じようなメンタリティ、マインドセットを持っていましたけども、それを変革しなさい。この世の価値観はみんな違います。この世の人たちの価値観は聖書の価値観と、ね、違うんです。それは、この世の価値観は何ですか？お金、そして地位、名誉、学歴、あるいはまた、美貌、美しさ、ね、地位、名誉、美貌、美しさ、お金、学歴、そうしたものをみんな求めます。そしたら幸せになれると思ってるんですよ。そうじゃない。
これはもの、ね、素晴らしいことですけども、しかしこれがあなたの人生の、ね、最も大切な価値観ではないということですね。聖書の価値観は別にあります。それは一つは、ね、キリストの姿になる人格がもっと大切だということ、はい。さっきのことを もう少し説明します。戻ってください。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。心を刷新する、リニューアルする、新たにすることで自分を変えるということ、このプロセスを多くのクリスチャンたちが怠っているために、ね、救いの恵みだけでとどまっている人が多いのです。そして受けるべき豊かさ、ね、豊かな神の人生の計画を十分に体験しないで終わっている人が多いのです。クリスチャンなのに自分の人生はどうして惨めなのだろうか、どうして人間関係がうまくいかないのか、どうして自分は心がいつも否定的になるのか。多くのクリスチャンは、ね、この人格という領域を立て上げることを、 その方法を知らないんですね。ですから第一番目、その方法は自分の思いを、ね、心を新たにする思い、リニューアルする、そこからプロセスが始まる。そうするとそれはどこから始まるって、聖書の御心、御言葉、聖書の御言葉によって神の御心は何かを知ります。それ神が自分に対する御心、神が自分をどう見ているか、私の目にあなたを高価で例え、私あなたを愛していると。多くのクリスチャンは家庭の環境の中から、父親、母親から言葉の虐待、あるいは愛されない言葉、批判、ネガティブな言葉を聞いて、自分は価値のない人間だと思って育っています。そのために彼らの自己像が傷ついています。自分はどうせダメな人間だというサタンの、実は与えられたですね、サタンの声を受け取っている。そしてそれを、ね、握って、そこがマインドセット、すなわちその人のストロングホール、要塞になっている。だからそれにとらわれているために前進できないのです、成長できないのです。そこを崩していくんです。神の御心は何なのか、神がどうあなたに見ているのか、あなたの本当の自己像は何なのか、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになる、御言葉によって、思いの刷新からですね。アーメン。ですから今日から皆さん一緒にこの思いの刷新のジャーニー、旅に、ね、一緒に出発しましょう。アーメン。ハレルヤ。それは真剣に取り組みましょう。そして忍耐と、それは努力、時間がかかります。ルカの福音書の6章43から45節に、私たちの思いというものが人格を形成する鍵だということが書かれていますね。ルカの6章の43から45節を一緒に読んでましょう。はい。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨からイチジクを取ることはなく、野原からブドウを摘むことはありません。すなわち、茨の木というのは茨の実しか結ばないよ。ね、野原はブドウの木を結ぶこともない、いい実を結ぶことはないんだよ。はい、次。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、心の良い蔵ですね、から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。とても重要な法則がここにあります。私たちの人柄、人格というのは
私たちの心、心から決まりますよね。そうですね。で、心が悪ければね、人格も悪いし、そしてその人格が生み出すものは、最終的に悪い身を生活の中で、人生の中で生み出していく。良い心を持っている。良いものの考え方をしている。肯定的なものの考え方をしている。信仰、積極的考え方を、ね、で満たされている人は、正しい心を持って良い身を人生に結んでいく。ですから全て心から始まるんです。こういう公式があります。皆さん、私たちの思いは私たちの語る言葉を決めます。ここに心の人は心に満ちていることを話すってあるでしょ。だからネガティブな思いを持っている人は必ず口からネガティブなことが出てきます。ポジティブな肯定的な思いをいつも持っている人というのは口から肯定的なことが、生産的なことがいつも出てくるんですよ。否定的な言葉は人を裁き、そして人を傷つけ、人間関係をダメにしていく。肯定的な言葉は人を励まし、そして生産的な良い意味を結んでいくんですね。ですから私たちのことを、言葉は思いによって支配、ね、決められる。私たちの思いが言葉を、語る言葉を決める。そしてその私たちの思いと言葉が今度は何を決めるかというと、行動を決めます。あなたが考えていること、語っていることがあなたの行動、生活をどんどん、ね、生き方を決めていく。そしてその行動は何を決めていくかというと、やがて繰り返されていくと人格を決めます。そして私たちの人格は人生の最終的な結ぶ身を決定していくんですね。そこが、ね、この公式を皆さん覚えてください。ですからいつも私たちの思いから来るんですよ、ね、思いを新しくしなさい。御言葉によって、また聖霊の働きによって、主はそう私たちに聖書を通して教えているんですね。そしてここでもう一つ知らなきゃいけないのは、私たちの思いというのは霊的戦いの領域だということ、まあ、これは今日時間がないのでまた、次回から話をするんですけども、サタンは私たちの思いが変えられるように必死に戦います。知ってください。私たちの本当の戦場は血肉の戦いではないと第二コリントの十章四から五節に書かれています。これは後でまた次回話しますけども、サタンは人間を縛ろう、私たちを自分がコントロール操作しようとしているんです。それはあのアダムとエバの時代から、罪を彼らが犯した時からサタンの支配に私たちが入ったと、ね、聖書は言ってるんですけども、それはどこで私たちを支配しコントロールし操作しているかというと、人間の思いです、ね、そこを私たち知らなきゃいけない。救われた人はじゃあ自動的に解放されるかというとそうじゃないんです。魂、霊は救われているけども、しかし私たちの内側はまだ傷が、過去の傷、要塞がある。そこを私たちは、ね、持ち続けていくと、私たちの言葉は変わらない。クリスチャンなのにあの人、どうして、ね、人を裁く言葉から言うんだろうとかね、どうして私はこんな言葉から言うんだろうとか、どうして愚痴ばかり言うんだろうか、どうして怒りっぽい言葉ばかり言うんだろうか。内側が変わってないからです。
魂の領域がリニューアルされてないから、心の領域がリニューアルされてないからですね。ですから愛する皆さん、サタンとの戦いです。これは霊的戦い、そして血肉の戦いじゃない、人間同士の戦いじゃない。今ウクライナやね、この、ロシアで起こっているこういう戦争じゃない。すべてはマインドに思考対する戦場である。そこをしっかり私たちは認識すると、ね、締めたもんです。もうサタンの策略を見破って、ね、いきます。そして私たちは要塞をも破る力のある武器を持っていると聖書に書かれています。アメン。ですから私たちは栄光から栄光へとしての姿に変えられていく。私たちはキリストの贖いのプロセスの中に入って、彼の持っている計画すべてを体験しましょう。救われるだけじゃなくて、内面が癒され解放されて、そして喜びに満ちて賛美に満ちた人生、肯定的な人生、そしてまた私たちは、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の益と呼ばれよう。アメン。あなたの隣の人に言ってください。あなたは栄光を表す樫の木になりますよって言ってください。はい。あなたは栄光を表す樫の木になりますよ。アメン。ではお祈りします。愛する主を感謝します。どうぞ聖餐式の準備している方々来てください。主よ、私たちの人生、どうぞあなたが持っている最高の計画を実現させてください。あなたの救いの恵みを感謝します。そして私たちに与えられている癒しと解放のプロセス、人格的成長、そして恵みの人生の中に変えられ、私たちはあなたの栄光を表す人生、身を豊かに結ぶ人生を体験できることを信じます。御言葉と聖霊様と共に働いていきます。イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ。主に栄光を期します。ハレルヤ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。